皆様こんにちは、南雲彩です。今日は昨年2019年に初めて開催させていただきましたリサイタルの時の一曲をお届けしたいと思います。応援いただいた皆様、支えていただいた皆様、改めてお礼を言わせてください。ありがとうございました。ラヴェルのソナチネという曲をお聴きいただきたいと思います。ラヴェルはフランスを代表する作曲家、印象派を代表しますよね。同じ時代にはドビュッシーもいます。二人を比較してよく、ラヴェルは規律の中に自由を求める、ドビュッシーは自由の中に規律を求めると言って比較されることも多いです。とにかくラヴェルは一切無駄がない、作り上げられた、磨き上げられた音楽、それでいて優美で色彩感豊かで色気もあってとっても素敵な曲を書いています。その中から三楽章からなるソナチネをお聴きいただきます。とても規模はそんなに大きくないんですが、今言った特徴がもう存分に感じていただける曲になっていると思います。私はこの曲が昔から、学生の時からも大好きなので、このような機会をいただいてとても幸せに思います。これからもたくさん素敵なピアノ曲があるので、ご披露する日が来るように精進したいと思います。それではラヴェルのソナチネお聴きください。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。